こんにちは、荒獅子男之助です。今日は六代目三遊亭圓生師匠で紀州です。なんと三遊亭三連投です。なぜか気がついたらこの3人が全然アップされてなかったんですよ。今年に入って五代目の圓楽師匠が1回、あとはもう全然ですね。別に嫌ってたわけじゃないんですよ。何なんだろうねよくわかんないけど。でこの紀州は今回が3回目。最初の頃に圓生師匠の紀州を1回アップしてるんですが、今回は動画入りのリニューアルバージョンです。それじゃあまた後で。御用の中をご贔屓でございます。ありがたく御礼を申し上げます。いろいろご機嫌を伺っております。前方は足立流行さんという奇術でございます。まあああいう技をする人は話し方と違いまして、この鼻の下にちょっとシゲナゾを蓄えまして、ね、いきなりシゲで脅かそうというわけで、ヒゲがあるからもっとも奇術はうまくできるというわけにはまいりませんね。ヒゲで奇術が使えるならば役に立てたいへその下というどどいつになります。どうも我々はあまり国益にもならんことをベラベラ申し上げておりますが、色気ということは毎度連中で申し上げますが、色気というこれはもういろいろなものに通じますね。ご婦人というとこれはもう色気の取り締まりのようなもので、昔から男にはできないことを婦人がいたしまして、何ができないかというと子供をこしらえるという、妊娠をいたしますが、あれはもうご婦人ばかりに、まあ、ああいうことを女ばかりに頼んでは気の毒だから、男の子は男がはらむようにして、で女の子だけは女が産むということが平等でよかろうなんと言ってね、この間しきりに議論をしている方がありましたね。いよいよまた男も妊娠となるとね、会社に勤める方などはもう臨月間近になってごらんなさい、洋服のボタンがかからなくなっちまったりなんかして、ね、肩で息をしながら散歩をして、どうしたよまだ、いやもういかん、今月が臨月であるからどうもこういうのは少しだらしがない、ご婦人の方がお色気があってよろしいでございましょう。まあ、どんなご器量のいい方でも身重になって7月8月になってくると形も少しこう崩れましてね、痩せた人が身重になると手足が細くすとお腹ばかりが飛び出す、何のことはないヒガイルが立ち上がったような形になる。いよいよ月が迫ってくしゃみとおならが一緒に出るようになったりな、もうどうにもしょうがない。これでおぎゃーと生まれた後がまた大変。よく寝れば寝るとて覗く枕がや、おとなしければ病気になるんじゃない、道楽をすれば心配をする点ですから、おっかさんの方はどっちに回ったって楽はできません。大きくなると女親をバカにして、それはお前いけないよなんてんで小言を言われると悪態をついてるやつがある。何を言ってやんねんこのクソタラババメにしよう、余計なことばかり言ってやん、何だてえで俺が産んだ産んだってやん、産んだったって腹は張りもんでえことがある、てめえの腹あかりで結構な坊ちゃんができたんだ、ありがてえと思えなんて、何がいい坊ちゃんなもんですか、腹あかりもんだなんて言えばって、こういうのが大きくなって話し家になったり何かするからどうにもしょうがない。もっともとつきとおかで素直に生まれればいいが、中には長引くのがあって、お釈迦様という方は3年三月お腹においでになったそう。3年三月という随分長い、ところが諸腰にはもっと長いのがあってね、諸越ってえとシューマイのできる国ですがね、あそこはどうも万事がのんびりして、老子という方はおっかさんのお腹に80年いたてえますね。長すぎたね80年ってえのは、老いた方も驚いた老子、いた方もくたぶれた子ってしょう。もう生まれないと思っていたら80年目に生まれます。その時はすっかり頭がはげてひげに生えてバクバクのおじいさん、
取り上げばあさんの方が23歳が下だったってますね。大変なものが飛び出したもので、しかしロースという方は大学者で多くの弟子を教えておりますので、先生にまた生徒がいろいろ質問などをする。今日先生に伺いたいことがございますが、体内に80年おいでになったということで、お腹にいらっしゃる時はどういうお心持ちでございます？いや、母の体内はそれは暑くなく寒くなく、まことに心地のよろしいもので、まあ例えるならとんと秋という気候でしょうね。ほほう、秋の気候、どういうところでお見分けがつきます？おりおり下から松だけが出る、なんてなこと言われて80年いたらそういうことは分かったでございましょう。まことで偉い方でございます。応神天皇様は3年の間やはりお腹においでになったそうで、後に八幡様とお祭りをいたします。武人は皆この戦の神様というので八幡様をご信仰になりますね。徳川の家ちゃんって人が、家ちゃんって何これ安いことはありませんが、家康公というご名君でございます。江戸城というものをすっかり改築をし、どっから攻められても牢城のできるようにしたのは家康の知恵だと言いますが、二代までは乱世でございましたが、三代の将軍で初めて世の中が収まる。これから太平が続いて七代の将軍が七つだったそうです。この方は短命でお七つでご互いになったという。日本という国はどうもいろいろ難しい言葉を使いまして、ね、身分のある人が死ぬとご互い、正義、崩御、雲隠れましましたなんでね、酔っ払うと下の回らないようなことを言う。我々はあんまりそういう言葉は使わない。夕べ原稿のフラクタバッタってじゃねえか、どう世の引き上げに参ったやなんて、ね、まるでどうも剣術でも使ってるように死んだことを参ったと言います。次代の将軍がご互いというので八代に治る。これはまあ順で参りますと御三家のうちの尾張大納言尾州様が第一の候補というわけで、いよいよ明日は自分が政権を握るというので内心はお喜びでございましょう。これからすっかり支度が出来上がる。門を八文字に白がして白い上がろうという、朝の早い商売というのはあの鍛冶屋さん、暗いうちからもう仕事をしております。親方がとーんと土を下ろす向こう寿司というものを弟子がてんかーんと合わせる。間を外さないようにまことに勇ましく打つもの、トーンと打つと転換トン転換トン転換。しきりに仕事をしている前をお通りになって、尾州様にはこれがトン転換と聞こえなかった。何度聞こえた程度天下を取ると聞いたそう。天下取る天下取ると聞こえた。でご自分が天下を取るんだというおぼし飯でそう聞こえたんでしょうが、迷いと言いますが、これはまあどなたにもありますもので、今は裸で歩くなんてことはできないが、昔は乱暴で博打に取られてもふんどし一本でのっそりこう腕組みをして田んぼなどを歩いて、で自分が裸でいるから人が裸と言いやしないかなと思うから、カエルがガーガー鳴いてんのが裸と聞こえますな。神経で裸だ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 、何でこんにちは裸だ裸だ、何言ってやんでしょ、何で裸だ裸だったら、何言ってやんだよ、こっちは何も裸になろうと思ったんじゃねえんだよ、儲けるつもりで取られちゃったんだよ、何言ってやんだよ、海軍軍勢で泣きやがってこんにちは、おい何をえ何をしてんの、うん、カエル潰すんだ、かわいそうなことをしなさん、罪のないものをむやみに殺すもんじゃない、罪はなかねえんだよ、足の面を見てね、裸だ裸だってやる、そんなバカなことはない、カエルが裸と言ったんじゃない、お前さんがそう思って聞こえたんだよ、かわいそうだから話すとおやり、いや潰しまん、かわいそうよね、かわいそうでも潰す、強情なの、強情に潰す、なんでそう潰しにかかってちゃしょうがない、私にそのカエルを売らないか、お前カエル食うんですか、食やしないよ、生き物の命を取られるのは見ていて誠に嫌だから売っとくれ、売りましょう、いくらだ、そうだよね
カエルが今しけたから高いよ。バカなこと言う。カエルにしけてえのがある、10両。おい、ふざけちゃいけない。カエル一匹で10両は高い。どうだ200で。 200? そりゃ驚いたねえと。10両のものを2000てえな、ひどい値切り方だね。安いけども、まあまあ、要は売りましょう。今売らなきゃ売り損なっちゃう。じゃあこれは200でね、どっさり飛んでるからこれ100つに買っとくれ。そんなに買ったってしょうがない。裸の人はお帳目をもらっていずれか行きましたが、カエル一匹でも助けた方はまことに、いい心持ちで。お前は無心に泣いているが、ああいう野蛮なやつが殺してしまうという、これからは決して人の目にかかるとこで泣くないいか。それいけ、向こうへ投げてやると、カエルがピャイ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 と飛んでぐるっと向き直って、助けた人の顔をじーっと見上げて、あなた方おれきれきってなこと言いやしない。そう泣くだろうと思えば聞こえますね。我々が聞いていると、カラスはカーカー、スズメがチューチュー、鶏はコケコッコと鳴くもんだと思ったら違うんだそうですね。鶏は当天光という、東の空が赤むという、当天光という。シャモなんざなりが小さいから起きちゃっちゃってなこと言って、シャモはまた大きいから4を置けとなんで、ね、みんなあれ鳴き声が違います。カラスという鳥は大変早起き、方々のおかみさんを起こして歩くのがあの鳥の役目で、カカカカカカ、これからカカが起きて台所で炊事をする。で、中にはそのカカの起きないうちがあるんで、トトウの方が先に起きて台所でモソモソしている。こういうのは窓から首を出して、アホアホ口の悪い鳥でございます。あなた方はまあ結構な奥さんもあり、ご不自由はございませんが、どうも家内だけでは寂しいから、もう一人こうないないでおつな女を置きたいもんだが、あんまり若すぎてもいけない。去年生まれたなんてなど手数がかかってしょうがない。年間がいいと言って40過ぎちゃ年間すぎるから、なろうことなら17、8から28というところがいい。もう30を越して2になるとシワが出ていけない。シワ32で色のあんまり白いのは汚れっぽいようだし、といってどうも裏表のわからないほど真っ黒でもいけない。なろうことなら色の浅黒い、目の縁のちょいっと黒い、鼻の下の寸法の伸びた瓶の遅れ毛の縮れ上がった、足の親指のそっくり描いた、かかとの詰まった、猫にしても雰囲気の良さそうなおつだめかけがないかしら。そういう好みの女があるといいよ。なんでんで考えて、後ろからお好みのめかけ。お、ありがてえ、誰か気に入った女を連れてきたのか。でんで振り向くと、のこぎりのめたて人間ってものは迷っちゃいけません。とんてんかんというのが美衆様のお耳へ天下を取ると聞こえたのかもしれない。私が余計なことを申し上げているうち、おしろいお上がりになります。大聖明吉良星のごとくに流れている。正面から出てきたのが総州小田原の城主大久保加賀の神様順でございますから、美衆様の前へ、この度七代の君を七つにてご他界に相なり、お後めこれなく下万民武育のため任官あってしかるべし。この時何とお答えになるかと思う。世はその徳薄をしてその人にあらず。へえ、ご辞退になった。別に断ったわけじゃないんでしょうが、ここで「ああそうですか、へえ、よろしくお願いします」。じゃあ将軍、私が今日から万事引き受けますから、なんて、なんだかどうも物が安っぽくていけないから、いっぺんは断って、あなたが天下を取ってくださいませんと世の中が収まりませんからと押して頼んだら引き受けようという、ちょいと見識を見せたやつ。で、加賀の神が「へえ」ってんで下がっていっちゃった。うん、いやにまた正直なじいさんだね。
どこへ行くのかと見ていると、隣へ座っている今度は紀州様の前へ、この度七代の君を七つにてご他界に相なり、おわとめこれなく下万民武育のため任官あってしかるべし。この時何と答えるかと尾張様が目を離さず見ている。世はその徳薄うしてその人にあらず、俺の言った通り真似をしてやる。といえどもって、ね、今度はちょいとずりをかけた。だから紀州って下はなかなか濃すぎんですからね、国にいた自分にはあなたお産婆婆の娘をはらましちまって、後で天一坊という騒動を持ち上げて芝居や映画で銭を儲けようなんで、これ山になる人なんだ、ね、といえどもときさん、死も万民のためとあらば任官いたすべし。へえ、なんとかしてやる。人事や俺は今日は天下を取るべきなのに、紀州のやつに横取りをされた、とんだバカな目にあったと青なじ塩でぼんやり城を下がります。お屋敷間近になる、まだ鍛冶屋では仕事をしているが、どう聞いてもこれが天下を取ると聞こえる。世には鍛冶屋の土の根が天下を取るとより聞こえんが、そうか、紀州というやつは利口でお城で受け合ったが、私はまだ若年で天下は取れないから、尾州公によろしく頼むと使者を持って頼みに来るのであろう。何にしても幸先の良きことであると思わず鍛冶屋の店をひょいと覗く。親方が真っ赤に焼けた金を水の中にずぶりと突っ込んで、キシえんしょう師匠で紀州でした。焼けた金を水の中に突っ込んで紀州って聞いた時に、あれ俺じゃないんだって思ったのかな。天下通るって聞こえちゃうぐらいだからね、みんな自分にとっていいように聞いてるような感じするもんな。チャンスの神様って話聞いたことあります？そのチャンスの神様の髪の毛をつかむとチャンスをものにできるんですって。だけど、あ、チャンスだと思った時にパッとつかまないと、あ、今のチャンスだよなって通り過ぎてしまったチャンスの神様を追いかけても髪の毛をつかむことはできないんです。なぜならチャンスの神様は前髪しかないんですよ。やっぱりチャンスは前髪で掴まなきゃダメですよね。それじゃあまた次回お楽しみに。